この美術展には県内出身の芸術家や県内で活躍した画家の作品47点が展示されています。こちらは郡山市出身の星野明子さんの作品生きるです。光の表現によって人間の感情を描いています。そしてこちらは新潟市出身で喜多方や会津若松で活躍した伊藤隆秀さんの作品山水図屏風です。顔料をぼかして山肌や水面をリアルに描いています。また新聞紙で形を作り泥を塗って作ったアートも展示されています。明治から平成までそれぞれの時代の作家のさまざまな作品を皆さんにご覧いただきたいと思います。この美術展は今月11日まで喜多方市美術館で開かれています。